動物病院あるある、ごめんね。ということで今日はですね、皆さんに動物病院でよく出会うですね、まあぜひ飼い主さんに知っていただきたい事柄をあるある形式でまとめております。ぜひこれを参考にしてですね、獣医さんと良き信頼関係を作っていただければなと思いますので、では行ってみましょう。はい、じゃあ聴診していきますね。心臓の音大事ですからね。はい、先生お願いします。うちの子どうですか？なんか本当に気づいたら心臓が止まってる気がするんですよね。そうなんですね。はいはいはい、ちょっと今聞いてますからね。はい、うちの子なんか心臓常にバクバクしてるのに、え、大丈夫ですか先生？え、聞こえてます？私の話聞いてます？ちょっと聞こえないかな。はい、ではですね、1個目なんですけれども、先生が聴診している時にはやっぱりですね、言葉を喋ってもなかなか先生は聞き取れません。その時は話したい気持ちをグッとこらえてですね、で先生の聴診に集中させてあげるのがいいでしょう。はい、あ、じゃあ今日担当します。先生、じゃあよろしくお願いします。もう引っ越してから初めて動物病院来るわ。引っ越されたんですね。はい、まあ、そうするとね、動物病院選びも大変ですよね。うちの子もうすっごいたくさん薬飲んでるんですよ。もう、あ、たくさん薬も飲んでらっしゃる。じゃあしっかりね、ちょっと見せていただきましょうね。持ってきました。たくさん入れてきたからね。あ、これ違うわね。これは違うね。うん。あ、これも違うね。あー、サポ。はい。これ私のね、リップクリームね。あ、あなたのリップクリーム。あ、私のリップクリームがあって、あ、持ってくるの忘れちゃったわ。あ、忘れたんですね。二つ目、薬ですね。やっぱり、引っ越しなど、そういった時、あとは新しい病院に行く時は、その子の治療経過というものが非常に大事になります。なので前もってですね、持っていくものとして、まあ、薬ですとか食事とか、あとはまあ余裕があればおやつとかサプリメントとか、そういったところも持参すると、その子の体調だったり治療経過っていうところが分かりますので、そこは忘れずに持っていきましょう。はい、こんにちは。じゃあ見ていきましょうね。あ、先生お願いします。もうね、下痢と血便もう本当にねしちゃうんですよね。大丈夫？うん。あ、下痢と血便ですか。それは大変ですね。そうなの、そうなの。あ、どんな便でしたか？便ですか。まあやっぱりそのもうドロドロですね。まあもう真っ赤ですし、はい。ああ、じゃあね、まあ、表面だけだとあれなので、まあ、なんか物を持ってきてますかね。あ、便、持ってきてはないです。あとはまあ写真とか、写真も撮るの忘れちゃったわ。あ、でもスマホがねあったかもしれない。あ、スマホも忘れちゃった。ない。なるほど、撮れるかな。このケースですね、結構ありますよね。やっぱりまあ下痢だったり血便をしてしまってですね、で、まあ、どんなものだったのかとかですね、あと頻度とか色とかですね、そういったものが結構原因を探るために大事になってきますんで、まあそのまま取ってですね、持ってくるのもなんか違うかなっていうのがあれば、もう今の時代ね、スマホですぐ取れますんで、まあ時間とかもわかりますしね。なのでそういったところで記録して、で診察の時に見せると非常に助かります。はい、あ、お願いします。うちの子ね、もういろんなの食べちゃうのよ。もう前なんてね、もうなんですか、もうゴミとかね漁ってね、もう何でも食べちゃうんで、もう、はい、見ちゃってください。はい、あ、なんか食べ
ちゃったんですね。それは心配だ。見ていきましょう。え、何食べたかわかりますか？何食べたか、それはわからないですよ。もうそれはね、何でも食べちゃうもんね。ね、わからない。なるほどなるほど。まあ、とりあえずね、まあ、レントゲンとか撮ってみたらわかるでしょ。ね、あ、レントゲン確かに撮ることはできるんですけど、映らないものも実はあるんですよ。誤食のケースですね。誤食は非常に救急病院に来るケース多いんですけれども、やっぱりですね、何を食べたかとどれぐらい前に食べたか、あとは量もそうですけれども、そういったことが非常に大事になります。なので何を食べたかっていうことが覚えておくといいと思いますし、生活圏内の中にですね、どういったものがあるのかっていうのは、特に誤食癖のある子を飼われている子とかは把握しておく必要があると思います。で、レントゲンにはやっぱりですね、なかなか映りづらいんですよね。なのでそういったものもたくさんありますんで、必要のない検査等をやらないためにも、そういったことを把握しておくのは非常に大事です。あ、先生お願いします。この子たちなんですよ。はーい。あ、2頭一緒に。なるほどなるほどなるほど。どっちかはね、入ってるんですよ。あ、どっちか、それはわからないですよ。だって2頭いつも一緒だもんね。ね、あ、どっちかはわからないですね。あ、そうですかそうですか。どっちも何でも食べる。どっちもよく食べるんですよね。あ、なるほどなるほど。2人とも見てくれればまあわかりますよね。どっちも見ることももちろんできるんですが、2等分いろんなのがかかってくるんですけど、大丈夫ですか？多頭飼いケースですね。やっぱり多頭飼いだと食事を一緒の器とかで食べていたりですとか、あとはどっちのね排泄物かってわからないことあると思うんですけれども、やっぱり都度2等分とか3等分を連れて行ってしまうと、いろいろな特に金銭面等でですね、負担になると思いますんで、まあいろんなところである程度食事を分けるですとか、まあ排泄の場所を分けるですとか、そういったところをしていただいたり、あとはペットカメラなどでですね、ある程度どっちがやったかっていうのを確認してもらうと非常に分かりやすいかなと思います。膀胱炎かもしれないんですよ。おしっこほとんどなくて、尿の検査はできませんでした。危ないです、やっぱり。あ、先生1年ぶりですね。また今度にします。あ、2.72。 あ、50g 痩せた。今日はご褒美のステーキね。膀胱炎かもしれないんですよ。あ、膀胱炎かもしれない。なるほどなるほど。それはね、やっぱり尿検査が大事ですので、尿検査やりましょうね。はい、じゃあ尿検査してくるのでちょっとお待ちくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ見てもらおうね。ね、はい、お待たせしました。実はですね、おしっこほとんどなくて、尿の検査はできませんでした。え、おしっこなかったです？嘘。あ、来る前にすぐそこ散歩してしちゃったわね。え、あ、来る前におしっこあそこで。まだあるかな。このケースですよね。これおしっこの検査をするときにですね、やっぱりなかなかおしっこが取れないと検査できないんですよね。で、やっぱり2ミリとか結構必要だったりはするので、もう直前でですねやってしまうと、もうほとんど残ってなかったりもします。なのでだいたい、まあお散歩にね動物病院に来たタイミングでする方結構いると思うんですけれども、まあなるべくおしっこの検査の前はそういったところは避けていただいて、で検査の時に
しっかり取れるような形にしていただけるととても助かります。よろしくお願いします。はい先生、よろしくお願いします。体重測りますんでね、ぜひちょっと乗せていただいて。あ、いいですか、診察台ね。じゃあ乗れるかな、乗れるかな、大丈夫かな、大丈夫かな。はい、先生、1年ぶりですね。もう1年間先生に聞きたいことがたくさんあったの。もう1年ぶりね、むーちゃん見てもらおうね。はい、あ、1年ぶりですね。ね、むーちゃんも1年ぶりだね。はーい、やっぱりね、1年経つとね、いろいろ聞きたいことがあると思いますんで。はい、何でも聞いてください。そう、まあ、元気は元気なんですよ、今はね。ね、今元気だもんね。いや、いや先生にね、本当にね、聞きたいことあったんですよ。そうですね。あ、うんち、うんち、いや、うんちは問題ないんですよね。吐くこともそんなにないし、吐くのも、あ、そんなに。なるほど、なるほど。でも先生、すごい、待たせてますよね。あ、まあ、そうですね。ちょっと予約の時間はあるんですけれども。どうしよう、ちょっと。そしたら、何聞こうかな。また今度にします。もともとやっぱり聞こうと思ってたことですとか、あとはやっぱりね、気になるところとかっていうのが多ければ多いほど忘れてしまうと思います。なのでこういった時にはやっぱりですね、その起きた症状などを基本的にまとめて携帯のカメラなどに保存しておくですとか、あとはやっぱりノートとか、あとこの子の、健康状態を記録した、ご自身で書いてあるカルテなどを作っておくとなおいいかなと思いますんで、結構ね、中年齢ぐらいになると1年に1回ですとかそれ以上に通院期間が空いてしまうっていうことは結構あると思うので、その時にね、やっぱりまとまって、短時間でですね聞くとなると、そういった記録っていうのを持参された方が人間忘れてしまうので、いいと思いますんで、やっぱり日中の病院だと本当にね、飼い主さんがずらーっと並んでて、先生もね結構忙しそうにしてて、なかなか聞くこと聞けないまま終わってしまうっていうことが非常に多いと思うんですけれども、まあ、そういったところはですね、しっかりと、細かくまとめてですね、で端的に伝えるとしっかり答えてくれるかなと思いますので、ぜひそちらを参考にしていただけるといいと思います。はい先生、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、体重ね、あ、今日は、あ、2.72、 あ、50g 痩せた。痩せましたね、さすが。よかったね、むーちゃん。うわ、やったね、むーちゃん。じゃあ今日はご褒美のステーキね。ステーキ。はい先生、よろしくお願いします。ね、むーちゃんね、こないだ痩せたもんね。はい、体重ね、 2.8、ちゃいましたね。もう絶対断食。もうダメ、お母さんと一緒に断食。体
体重ですね。体重に関しては確かにね、飼い主さん非常に神経質になるところだと思うんですけれども、やっぱりですね、ワンちゃん人間と違ってもう10分の1以下の小型犬であれば体重なので、急激な体重の増加はですね、やはりワンちゃんに対して非常に負担がかかるケースがあります。なので基本的には本当に少量ずつ、もう数パーセントぐらいから1ヶ月単位で減らしていく、そういったことが必要になってくるので、まあ数週間単位ですとかそういったところに関してはそこまで神経質にならずにですね、ちょっとずつ痩せていくっていうことが必要になってきますんで、頑張りましょう。こんなちっちゃい子にね、こんなレントゲンの被曝なんてもう絶対嫌。あ、超音波ね。あ、超音波検査。超音波、それ大丈夫なの、この子に。超音波なんて大丈夫、できる。うちの子、男の子だったら絶対あってダメなもの見つけちゃったのよ。ビニールは映らない。なんでビニールだけ映らないやつ食べちゃうのよ。はい、こんにちは。あ、むーちゃんね。はい、そろそろもうこの子もやっぱりいろいろとね、検査してもらわないといけないかなと思って、なのでもうまるっと見てみてください。あ、まるっとですか。そうですね、やっぱりね、まあレントゲンとかね、撮るのはいかがでしょうかね。え、レントゲン、レントゲンだってよ。絶対先生、うちの子はもうレントゲンは取らないことを決めてるんですよ。理由ですか。被曝するから決まってるじゃない。もうこんなちっちゃい子にね、こんなレントゲンの被曝なんてもう絶対嫌。あ、被曝、まあそうですよね、まあ、被曝自体は怖いとは思うんですが、そんなに怖い。なるほど、わかりました。はい、これですね、レントゲン検査。非常に被曝に関しては皆さんご心配なところだとは思いますけれども、犬猫で使うレントゲン検査の機械はですね、そこから1回レントゲンの被曝量に関しては非常に低い被曝の線量になっております。なので何度もやっぱり撮るような我々スタッフに関しては防護服などを着るものの、ワンちゃんたちのですね、その1回にまあ4枚ですとか2枚とかっていう撮る場合には健康リスクについてはほとんど少ないとはされてますので、基本的には被曝を心配することによってレントゲン検査を受けないっていうことは基本的には行わない方がいいと思います。やっぱりね、もうこの子もそろそろ10歳だからね、ちょっとお腹の中とかしっかりね見てもらった方がいいかなと思いまして、はい、なんで今までやったことない検査をお願いしようかなと思って今日来ましたね。それだと次検査まだしてないのはエコー検査ですよ。エコー検査、エコーってなんかエコなことでもあるの？いや、エコ、エコとかそっちのことじゃなくて、超音波が出る検査なんですね。あ、超音波ね。あ、超音波検査。超音波？それ、大丈夫なの？この子に。超音波なんて大丈夫？できる？うちの子。すごい心配。超音波に耐えられるか、この子がすごい心配だわ。あ、超音波も嫌。怖い。なるほど。それは困りましたね。はい、これですよ。まあ、エコーって伝えてしまうとね、まあ、エコーって何？っていう形になるかもしれないので、まあ、その場合にはやっぱり超音波検査とかっていう形で言うんですけれども、この超音波検査はですね、レントゲン検査のそういった被曝に比べるとですね、もう、そういった線量っていうのはほとんどもう出ないんですね。別のものですので、
基本的には超音波で出しているものに関しては健康被害は全くございません。なので何度も行ってもいいですし、基本的に、まあ、抑えることでちょっとストレスになる子っていうのはいるかもしれませんが、基本的にその超音波で見ることに関しては全く健康リスクはありませんので、超音波を怖がる必要はないので、ぜひ皆さん受けてください。ああ先生、よかった、見てもらえてよかったね。はい、どうぞ。どうされましたか？もうこの子がもう食べちゃったのよ、ビニール。これね、ビニール結構大きいから心配で心配で、もう早くレントゲン取って、わかるでしょね。あ、ビニール食べちゃいましたか？なるほど、レントゲン早速、確かに取る必要ありますね。取りましょう。あ、レントゲン取ってもらえるんで、あ、よかったね。これでね、わかるね、どこにあるかね。でも実はですね、レントゲンでビニールっていうのはなかなか映らないんですよね。うん？映らない？レントゲンに？なんで？全部映るでしょ、レントゲン撮っちゃえば。ねえ、別にね、なんでも映るじゃない、レントゲンなんて。いや、まあ金属とか映りやすいんですけれども、ビニールはなかなか映らないんですよ。ビニールは映らない？なんでビニールだけ映らないやつ食べちゃうのよ。はい、こちらレントゲン検査、確かにたくさんのものを見ることはできるんですが、全て映るわけではありません。特に柔らかいものですね、ビニールですとか、あと布製品、そのあたりのものっていうのはやっぱりなかなか映りません。なのでそういったものをやっぱり食べさせないようにっていうことは非常に大事ですし、まあもちろん映るから食べさせていいわっていうことではないんですけれども、やっぱりそういったものっていうのはですね、映らなくて、でエコーとかやってもなかなかね見つからないっていうことがありますんで、実際撮ってみてもどこにあるかっていうのがなかなかわからないんですよね。なのでやっぱりそういったことっていうのはあるんだっていうことは理解はしつつも、けれどもレントゲンを取ることによってですね、一部どこかの腸が拡張してたりですとか、胃液が溜まってたりとかっていうことは見えたりはしますんで、もちろん見えないからといって絶対に取らないっていうわけではないんですが、やっぱりですね、まあ映らないものもあるっていうことは覚えておくといいんじゃないかなと思います。見つけちゃったのよ、もう。あ、はい、どうぞ。この子ね、ムー君、ムー君、男の子なんですけれども、ね、本当に男の子だったら絶対あっちゃダメなもの見つけちゃったのよ。あ、男の子にないもの、なんだ。まあ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 、はい、なんでしょう。何かってムー君男の子でしょ。見て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 、乳首があるのよ、男の子なのに。これ病気でしょ。乳首。ああ、いや実は男の子にも乳首あるんですよ。いや、見せられないんですけど、私も一応ありますんで。はい、これまあ、全然あんなじゃねえよっていうふうに思うかもしれないです。これ実際あったことで、やっぱりですね、ワンちゃん男の子だと、まあ、なぜか、まあ、乳首がないっていう風に考えられる方も、まあ、いるみたいなんですよね。で、まあ、人間はね、まあ、2つありますが、ワンちゃんはですね、まあ、5個ずつ左右であるんですね。まあ、中には左右の5個、まあ、なくて1個だけね、隠れてたりとかっていうことはあるんですけれども、ワンちゃんもですね、男の子女の子どちらもちゃんと乳首あります。異常ではございませんので、はい、男の子の乳首がなぜあるのかっていうのはちょっと、まあ、使いどころはもしかしたら分からないかもしれませんが、はい、ありますんで大丈夫です。病気ではございません。歩いてるな。仮病？さっき食べた？それはまずいですね。かなりリスクが上がってしまいますので、お腹の中にある方が約10倍ぐらい高いんですよ。
くお願いします。あ、はーい、よろしくお願いします。ブーちゃん全然歩かなくて、もう後ろ足がもう本当に痛そうなんですよね。足が歩かない。なるほどなるほど、後ろ足ですか。あ、なるほどですね。じゃあ早速見ていきましょう。よし、じゃあ見てもらおう。はい、じゃあまずはですね、ちょっと実際に歩けるかどうか見てみますんで、ちょっと歩いてもらいましょう。あ、まず歩かせますか。よし、じゃあ歩かせましょう。あ、じゃあ歩かせますね。はい、はい、むーちゃん、もうこれね、すごい痛いから全然歩けなかったもんね、お家でね。はい、あ、よし、歩いても、はい、むーちゃんちょっと歩いてみましょう。あれ、歩いてるね。あれ、歩きますね。なるほどなるほど。まあ、じゃあもうちょっともう一回だけ歩きましょう。むーちゃん、ちょっと、全然歩けなかったじゃん、お家だと。え、歩けないでしょ。え、え、歩いてるな。仮病？歩きますね。まあ、ちょっと見てみましょうか。はい、このケースですね。お家では歩かなかった、もしくは足を痛そうにしてるのに病院に来るとなぜかその症状がなくなってしまう。これめちゃくちゃあると思います。これ実際に仮病なのかっていうことをすごいよく聞かれるんですけれども、まあ実際に仮病かどうかの判断って相当難しいので、まあ、やっぱりですね、なんだかんだ精神的な問題だったりとか、一時的にどっかぶつけたりとか落下をすることによって一時的にやっぱり歩き方がちょっと違和感が出るとかっていうことは結構あったりはしますんで、まあ歩けたとしても症状が消えたとしても実は関節の問題があったりとかですね、あとは炎症がどっかに起きてたりっていうことはありますんで、まあしっかりと足を、まあ、手足ですね、関節含めて触って触診をして、そこから意外とまた見つかるっていうこともあるので、まあやっぱりですね、お家で何かあったっていう時はまあ心配だったらすり来るっていうのがベストだとは思います。あ、先生よろしくお願いします。今日は健康診断ね、むーちゃん。あ、健康診断よろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。今日は健康診断やりますよ。じゃあね、はい、もう今日はたくさん検査するからね。はい、あ、結構多いですからね、血液検査からレントゲンエコー全部やっていきますんで。食事は抜いてきましたか。食事、あ、食事はもう今日はね、もうたくさんむっちゃ検査するからもう食いしん坊だから、もうちょっと前にたくさん食べさせてきました。あ、抜いてない。なるほど、これはちょっと影響出ちゃうかもしれないですね。え、食べさせないんですか。うそー、もう食べちゃったよ。はい、このケース、健康診断前に食事を直前に食べてしまう、これはね、あるあるなんですよ。で、これなんでダメかっていうと、血液検査の中のですね、血糖値であったり中性脂肪とかっていう数値がやっぱり食事を直前に食べてしまうことによって影響を受けてしまうことっていうのがやっぱりあるんですね。なのでやっぱり最低でも5時間6時間ぐらいは食事を抜いた状態で測るっていうことがやっぱり健康状態を測る上で必要になりますし、あとはですね、やっぱりお腹のエコー検査とかをするときに胃の中にですね、食事が入っていたりするとお腹の中の臓器っていうのがやっぱり胃が物が入っている状態になると臓器が見えづらくなるんですね。なのでそういったことも含めてもやっぱり5、6時間ぐらいは健康診断の前は食事を開けるっていうことがやっぱり必要になりますんで、まあ、健康診断に予約を取るときにですね、まあ、大体我々はお伝えすることがあるんですけれども、まあそのあたりも、まあ、ぜひですね、言われてなくても、まあ、飼い主さんの方から聞いていただく、そういったことがやっぱり必要になってくるかなと思います。あ、先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ今日麻酔かけますからね。おー、心配心配で眠れなかったですよ、本当にね。もうポンちゃんも全然寝れなかったもんね。あ、そうですよね、まあ心配ですよね。もうね、まあしっかりね、術前検査も終わってますんで、まあ今日はしっかりかけていきたいと思います。
頑張ってね、麻酔ね、もう頑張れるようにね、たくさんご飯食べたもんね、さっきね。食事？さっき？さっき食べた？それはまずいですね。え？ご飯食べちゃいけなかったんですか？麻酔前にご飯食べちゃいけない？そんなの知らないよね。はい、このケース、麻酔をかける前に絶食をする必要っていうのが実はあります。で、この理由なんですが、やっぱり麻酔をかけるとですね、意識も下がりますし、体勢的にもやっぱり仰向けとかになったりはするので、まあそこに関してですね、なんで麻酔前に絶食を設けるかというと、胃の内容物が入っていることによって、それが逆流してしまうことによって誤嚥するリスクがあるんですね。で、誤嚥するとやっぱりかなりリスクが上がってしまいますので、だいたい8から12時間ぐらい麻酔をかける前に絶食をする期間っていうのが必要になってくるので、直前とかにはね、絶対ちょっと食べさせないようにしていただくことが必要になります。で、お水に関してはある程度の量であれば、薬を投与する前ではOK だったりする場合もあるので、そのあたりはどんな手術をするかによっても変わってくる場合もありますから、主治医にしっかりとですね、行う前に聞いてみるといいと思います。ああ先生、よろしくお願いします。これね、今日は去勢の手術で来ました。はい、よろしくお願いします。はい、そうです、今日は去勢手術ですね。じゃあ取っていきましょう。もう本当にそろそろやらないとなと思ってたから、もう玉2つ出てますかね。玉ですか？玉はね、ありますよ。ちょっとね、ぷっくらしたのが1つ。あ、1つ、あ、なるほどなるほど。1つじゃないんですか、ワンちゃんは？え、2つあるんですか？なんと1つしかないと思ってたわ。だって出てるの1つしかないんだもん。あ、1つの場合はですね、ちょっとやり方変わってくるんですよ、去勢手術の。じゃあ1つだけでいいです。1つだけ取ってもらえればいいと思うんでね。はい、1つだけ取ってもらおうね。1つだけでいい？いや、1つだけっていうのはですね、あまり推奨はしないんですね。やっぱりね、いろんな問題が起きてくるので。2つ取らなきゃいけない？それは無理でしょう。はい、このケースですね、まずワンちゃんは清掃ちゃんと2つありますんで、1つしかないっていう風な場合はやっぱりそれは異常になります。でもこの1つしかないっていうケースに関しては、腹腔内清掃または潜在清掃といってですね、本当は外に出なきゃいけない清掃がお腹の中だったりに隠れてる場合があるんですね。で、これはもともとやっぱり先天的な問題だったりはするので、これ実際には清掃を取る場合っていうことがやっぱり必要になってきます。その時はお腹を開ける必要があるんですけれども、なんでそんなことをしなきゃいけないかっていうと、清掃の腫瘍になる確率っていうのが外に出てる清掃に比べてお腹の中にある方が約10倍ぐらい高いんですよ。なので一つだけ取っとけばいいっていう話ではなくてですね、せっかく清掃を取るので2つともぜひ取っていただきたい。ちょっとやっぱりね、そういったこともあるとは思いますが、でも取るべきメリットがありますんで、そこばっかりはですね、ぜひ取っていただくような形で主治医と相談してもらうといいんじゃないかなと思います。ちょっと持っといてもらっていいですか？おお、ちょっと検査ね、結果出るまでお母さんとか行ってようか。よし、じゃあ、いないな。どうすればいいですか？こんにちは、はじめまして。よろしくお願いします。初診です。初診ですね。あ、わかりました、わかりました。じゃあちょっとこちらの
記入だけお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、これ書けばいいんですね。わかりました。ちょっと持っといてもらっていいですか。はい、こちらですね。やっぱりワンちゃん、猫ちゃん連れてくるときはなるべく移動用のキャリーやバッグ、これに入れた方が絶対安全です。しかもですね、初心だと大体やっぱり記入すること多いですから、なかなかね、手持ち無沙汰になってしまうこともあると思うので、やっぱりですね、しっかりと中に入れて、で自分で書くっていうことができるといいと思いますし、急にね、パッともう落ちちゃったりとかも結構ありますんで、やっぱりなかなかね、焦ってたりするとそれをね、もうすぐ行きたくなっちゃうっていう気持ちもわかるんですけれども、なるべくやっぱり安全のためにね、そういったキャリアバッグに入れてもらうと絶対いいと思います。あ、こんにちは。あ、いつものね。あ、どうぞどうぞ。はい、お座りください。ついたね、ついたね。よし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 、出といて。はい、病院着いたから。はい、行っといて。おお。あ、話してる。あ、話してる話してる。はい、こちらですね。待合室についてもなるべくワンちゃん、猫ちゃんはキャリーやバッグの中に入れておく、こちらが安心だとは思います。やっぱり他のワンちゃん、猫ちゃんがいるときはさておき、いなくてもですね、どっかにひょんと行っちゃったりとか、まあ、何か食べちゃうとかっていうこともあったりはしますんで、なるべく診察室以外含めてですね、待合室でもワンちゃんはその中に入れておく、それが大事だと思います。やっぱり我々はですね、顔を確認するときは開けたりもしますけれども、基本的には言われてからですね、出す必要があるときは出す、そのようなことが必要だと思いますので、まあ、ぜひそちらはね、気をつけていただければなと思います。先生、ちょっとこの子がなんかちょっとお腹壊しちゃって、もうごめんなさいね。これもう見てもらってね。あ、よろしくお願いします。お腹壊しちゃった。なるほどなるほどなるほど、わかりました。じゃあちょっと検査をしたいので、だいたい30分ぐらい見ていただければと思いますんで。あ、検査する感じなんですね。あ、わかりました。あ、だいたい30分ぐらいかかる。あ、わかりましたわかりました。じゃあ見てもらおうね。頑張ってね。じゃあお願いします。じゃあ検査でお預かりしますね。よし、ポンちゃん終わったね、検査ね。はい、じゃあちょっと検査ね、結果出るまでお母さんとこ行ってようか。よし、じゃあ、はーい。いないな。はい、こちらですね。検査や処置が終わって待合室に戻ると患者さんがいないってこと結構これあるんですよ。まあ受付だったりとか、あとは事前にね、ちょっと出ているので、終わったらね連絡くださいとかだと非常に助かるんですけれども、それね全く言われてない状態で、どこみたいな感じになりますんで、そこに関してはね別に出て行って悪いっていうことはもちろんありませんので、事前にね受付の人に伝えておくとか、電話番号を伝えておく、こういったことがぜひしていただければなと思います。あ、はじめまして。なんか体調がこの子が悪いみたいで、ちょっと私が実は本当の飼い主じゃないんですけど、ちょっと見てもらえますかね。見てもらおうね。あ、はじめまして。体調が悪い。なるほどなるほどなるほど。あ、そうなんです、飼い主さんじゃないんですね。あ、わかりました。はい、じゃあワクチン打ってる方は、あ、ワクチン、ちょっとワクチン打ってるかはちょっとわからないんですよね。あ、わからない。なるほどなるほど。この子以外にワンちゃん飼われてます？あ、同居の子。あ、同居の子がいるかも。まあ、私飼い主じゃないんでちょっとわからないんですよね。かわからないですよね。どんな風に体
調が悪いか、なんで体調悪いか、それもわからないんですよね。わからない。なるほど。はい、これですね。やっぱり飼い主さんじゃない人が連れていくっていうことも結構あると思うんですね。で、その方がやっぱり知らないっていうのはもう当然のことだと思いますんで、その時にね、やっぱり診察中に本当の、まあ飼われてるね、その子の情報が分かる方っていう人と連絡ができる状態にしておくですとか、あとは知人にね、数日間やっぱり預けざるを得ない時っていうことに関しては、その子の情報をね、なるべくまあメモだったりでもう伝えとくっていうことは当然のことと思いますんで、まあそういったねことが知れれば我々もね対処できやすくなりますので、ぜひ、飼い主さん以外のね方が連れていくときはそのような準備を心がけていただければなと思います。あ、先生よろしくお願いします。よし、ポンちゃん、はい、見てもらおうね。あ、はい、よろしくお願いします。あ、ポンちゃんですね。あ、ポンちゃん、あ、先生おしっこしてた、ほんとごめんなさいね。おしっこしましたね。うんちまで、大変大変、どうすればいいですか。あ、うんちもしましたね。いや、もう全然大丈夫です。はい、診察室でないしは待合室でワンちゃんが想像しちゃうこと、あ、これもうあるあるです。もうこればっかりはもう我々別にもう慣れてますんで、まあしちゃうことはもうやっぱりしょうがないことだと思います。なのでそこに関しては、まあ、我々はもう何もね遠慮することなく、この診察とかにも別にね差し支えあるわけではありませんので、まあ、そこはねもうやっちゃったとかもう焦る必要もないので、もうそこはねあ、出たねーみたいな形でね思ってもらえればいいかなと思いますんで、はい、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。